皆さんこんにちは。暑いね。いつになったら秋になりますか。まだまだ暑いけど、今日もサウナやりたいと思います。では早速の前に、思ったより虫がいるので、これ私の必需品でございます。よし。そしてもう一箇所、私は内側からもつけます。その方が強力な感じがするやん。できた。あっちから風が吹いてるから、あっちに1個とサウナのそばに1個。よいしょ、よいしょっと、よっ、よし。ではこっちから、よし、これね、これ合ってるかな、上きっと合っているはず。えいっ、よいしょと、もう一つ、よいしょ、こっちはテントになっているので、よいしょ、ほっ、どこに引っかかった、中か、一人でもできるはず、中入っちゃった、よし、一人でも簡単。えい、よし、これね、ロープでピーンって張って止められるやつかな。下にもちゃんとこうやってね、ペグとか打ったりして固定できそうです。窓かな。中はこんな感じ。しっかり固めの生地でございます。下もね、そうね、なんだろう、子供のプールとか
わかるかな、あんな感じ。結構丈夫。ポケット温度計とか入れるっぽいよ。温度計持ってないんだけどね。石ロウリュできるんだって。うわ、暑いところにいたからテープがベトベト、そして伸びちゃって開かないよっ、あよいしょ。温度計持ってないって言ったけど温度計も入ってた。やったね。とおそらく台だよね。とヒーター、このヒーター1台で70度ぐらいまで上がるんだって。35度。温度計の中に入れます。よし、そしてよいしょ、上に乗せて。これはセンスが問われるらしい。転がりそう、石が。いやだ。これでいいかな。オッケー。よし。見えるかな。15アンペア、125ボルト。これがね、今日のヒーター1個13。本当だったら2個使うはずだったの。100度ぐらい上げたかったんだけど、本日はお休みね、ごめんね。1台しか使えない、残念。ではでは、スイッチオン。これで30分ぐらい待つと温まるらしいよ。うん、やっぱり35度ね。何度まで上がるかな。まだかな、まだかな。お天気とかね、気候によってちょっと時間がかかるっぽいけど、よし、着替えて待つか。だっぴー、虫刺され、お水を、お水を、あー、ちょっと飲んでから入んないとね。うん、ではでは、オープン。しっかり暑いです。あちちち、ふぅー、わー、いいねー。
さんのがね、2人用なんだって。こっち側にももちろん座れるぐらいのスペースがあります。ヒーター2つ入れちゃうとね、ちょっと狭いかもしれないけど。1台でも結構暑いです。近くだったら全然大丈夫。はぁ、気持ちいい。今日はお外でやってるけどね、お家でもできそう。もっとものすごいでかいのかと思ったけど、いい感じの大きさです。あー気持ちいい。暑い、汗たっぷりです。あちちち、窓開いてると外の風景も見える。いいね。いいね。あちあちあち。おお、暑い。見えますか？汗汗汗汗。たっぷり汗をかきました。よし。ちちちち。あち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 。本日は水風呂ならぬ川風呂。座れないな。浸かるのはできないな。あー気持ちいいよ。はー極楽だ。あー気持ちよかったね。サウナの後はやっぱりこれ。極楽。それでは皆さん、またねー。